私は日本の阪神甲子園球場で場内放送を担当している久保田真子と申します。今日明日の中信ブラザーズ対楽天モンキーズの試合は阪神甲子園球場デーとして行われ、7回裏まで場内放送を担当させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは引き続きまして、後攻中信ブラザーズ。1番サンド王維新、サンド王維新、背番号9。2番センターがセンター、センターセンター、背番号92。3番レフト千試験、レフト千試験、背番号39。4番指名打者周志誠、指名打者周志誠、背番号16。5番ファースト張志豪、ファースト張志豪、背番号7。6番ライト陳志豪、ライト陳志豪、背番号1。7番キャッチャーピーニャ、キャッチャーピーニャ、背番号4。8番セカンドガクトーカ、セカンドガクトーカ、背番号98。9番ショートコウコンユ、ショートコウコンユ、背番号90。ピッチャーはテイコウキン、ピッチャーテイコウキン、背番号33。総監督はコウセイビン、総監督ホーセイビン、背番号88。まもなく試合開始です。皆様、中信ブラザーズを一緒に応援しましょう。本日は中信ブラザーズのホーム球場、台中インターコンチネンタル野球場にご来場くださいましてありがとうございます。私は日本の阪神甲子園球場で場内放送を担当している稲本ありさと申します。10日11日の中信ブラザーズ対楽天モンキーズの試合は阪神甲子園球場デーとして行われ、7回裏まで場内放送を担当させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは引き続きまして、後攻中信ブラザーズ。1番サード王維新、サード王維新、背番号9。2番センター学生か、センター学生か、背番号92。3番指名打者選試験、指名打者選試験、背番号39。
4番内藤陳志豪、内藤陳志豪背番号1。5番ファースト張志豪、ファースト張志豪背番号7。6番キャッチャーペーニャ、キャッチャーペーニャ背番号4。7番レフト陳文傑、レフト陳文傑背番号3。8番セカンド学童家、セカンド学童家背番号98。9番ショート高校部、ショート高校部背番号90。ピッチャーはデポーラ、ピッチャーデポーラ背番号46。総監督は彭整備、総監督彭整備背番号86。まもなく試合開始です。皆様中心ブラザーズを一緒に応援しましょう。记得订阅中信兄弟官方的 Twitch 频道，还要锁定我们的 Podcast 哦，兄弟你来说。